機動武闘電 G ・ガンダム。機動武闘電 G ・ガンダム。機動武闘電 G ・ガンダム。モバイルファイター G ・ガンダムは、サンライズ制作のテレビアニメ。ガンダムシリーズの一作 ?1994 年、平成6年4月22日から1995年、平成7年3月31日まで、全49話がテレビ朝日系で毎週金曜日17時から17時30分にて、 放送された。略称は G ン。平均視聴率4.1%。最高視聴率7.3%。ガンダムシリーズ歴代6位。各国を代表する格闘家がガンダムを用いて、世界の覇権を格闘技大会、ガンダムファイトで争うという少年漫画や当時流行していたストリートファイター2などの 対戦型格闘ゲーム的要素を売り入れた設定になっており他のシリーズとは一線を隠す。また通常の軍事用兵器として使用されるモビルスーツ MS やモビルアーマー MA とは別にガンダムファイトに使用されるロボットにはモビルファイター MF という呼称が用いられ劇中で主に活躍するのはこの MF である。前作に引き続き大阪工事が キャラクターデザインを担当しているが、デザイン協力には、漫画家の島本和彦が関わっている。タイトルの、G ガンダムは、後期主役 MF ゴッドガンダム、ゴッドガンダムの略称であるが、劇中では、第23話にて、三河村博士が一度故障したのみ。このほか、格闘するガンダム、グラパルガンダム、ガンダムファイト優勝者に贈られる称号である、ガンダムザガンダム、ガンダムザ、 ガンダムの意味もある。なお、ガンダムザ・ガンダムについては、本放送の前の宣伝番組では、タイトルの由来とされているほか、ゴッドガンダムの名はこの称号にあやかって、命名されたという設定となっている。本作品では、宇宙やコロニーを舞台にする話は少なく、大多数は地球が舞台である。ガンダムファイト第13回大会の舞台は、ネオ・香港で、 現実の香港の公用語である香港語、関東語の挿入歌が中の BGM として流れ、オープニングテーマ、エンディングテーマにネオ香港の風景が描かれるなど、香港をメインの舞台として扱っていることが特徴。アメリカ合衆国では、新機動戦記、ガンダム W に続いて2002年8月5日より、カートゥーンネットワークトーナ枠にて、モバイルファイター、 g ガンダムのタイトルで放送された。放送コードの関係上、いくつかのガンダムの名称が変更されているものの、DVD の英語字幕では、日本版の名称がそのまま表示されている。なお第48話と第49話、最終話では、歴代ガンダム、ガンダム、ガンダム、ガンダム界91、ガンダム試作1号機、フルバーニアン等が、ワンカットずつ登場しており、 このほかカラーリングは異なるものの後番組である新機動戦記、ガンダム W のウィングガンダムも登場しているがいずれもカメオ出演扱いさらに第49話では一瞬であるが同サンライズ作品のザンボットさんこちらもカラーリング違いもカメオ出演を果たしている当時旧来からのガンダムファンの高年齢化や SD ガンダムを支持する 小学生層の取り込みが課題となっていたが、前作、機動戦士 V ガンダムではそれに失敗したため、本作が企画された。川口克美は日本経済新聞への寄稿で、本作の企画立ち上げについて、次のように語っている。通常春先に新シリーズを始める場合は、前年の夏頃から番外も交えて、企画を練り、秋には内容を固めるが、 本作の場合はバンダイが新シリーズに格闘ゲームの要素を入れるよう要求したため、1993年11月に企画案が根底から覆ることになった。こうした背景には、バンダイが V ガンダムで商品展開に苦戦したこと、そしてその反省から子供に訴求力のある作品を求めたためである。新シリーズ案としてほぼ固まっていたポルカガンダムは、 火星に移住した人類が母なる星、地球に戻ろうとすることによって起こる地球住民と火星移民との摩擦を描いた大河ドラマで、それまでのガンダムシリーズらしさを踏襲する企画だった。サンライズの南正彦プロデューサーによると、ポルカガンダムの制作作業はある程度進んでいて、MS デザインについてはガンダムを大川原国夫が担当し、敵 MS を伊豆淵博が キャラクターデザインについては、川本敏弘が担当する予定だったという。川森正春が描いた目玉型の火星基地は、後に、カウボーイビバップに流用された。1話の脚本作業までやっていたところ12月に、中止となり、ジーガンダム製作へと変更された。南プロデューサーは、当時、天空のエスカフローネの企画を動かしていたが、そちらを止めておいて、 切り口を変えたガンダムをやるように言われた。今川康弘監督は企画初期からエスカフローネに参加し監督になる予定だった。南はガンダムの路線を変えるのであればあれくらいパワフルな方にやらした方がいいんじゃないかと言うで今川さんを G ガンダムのディレクターにして企画を進めて2点3点やってああいうストーリーになったと述べている。 川口勝美によると放送直後の評判は散々で、ガンダムへの侮辱と憤き通ったファンもいたという。また、放映スタートから3ヶ月間は商売になりませんでしたというほど、放送当初は不審に陥っていた。しかし、夏頃から視聴率が高点、主人公、土門歌手の師匠である東方腐敗をはじめとするサブキャラクターが従来のファンに受け、 また一方で課題となっていた、小学生を中心とした、定年齢層の支持獲得にも成功した。主な支持層は、小学生層と20代後半層であった。前半の不振が響き、年間トータル売り上げでは、前作と同等程度だったものの SD がアンダム市場を活性化させるという相乗効果を生み出し、ガンダム関連商品全体の売り上げでは良好な結果となった。 本作の成功により、スーパー戦隊シリーズを意識した古代主役、ガンダムという基本フォーマットが形成され、本作以降のテレビシリーズの多くにこの手法が使われるようになる。本作を含むガンダムシリーズのメカニックデザインを担当している大河原邦夫や機動戦士ガンダムなどのキャラクターデザインを担当した安彦義和は今川康さんが G ガンダムをやってきたおかげで、 トミノさんじゃなくてもオリジナルでガンダムができるようになった。新しい監督が来ても新しい視点でファンの方に発信できる存在になった。あるポイントを超えるとエンドレスなるのかもしれない。そこを超えられない可能性だってあったんだよね。幸運にも G ガンダムで乗り越えられたと本作のガンダムシリーズにおける存在意義を高く評価している。川口勝美は 本作が与えたガンプラへの影響として、マスター・グレード・ MG の誕生を挙げている。本作に子供などの次世代のファンを開拓する役目を与えたことで、長年のガンプラ愛好者向けに MG を生み出すことができたと述べている。また、監督の今川については、彼の物語を作る力のおかげで序盤の不信を挽回し、本作を成功に導けたと評している。 さらにガンダムのマンネリ化を防ぐカンフル剤になった本作はガンダムの歴史を語る上で欠かせないとも述べている。ガンダムシリーズのファンを公言する歌手の田口淳之介は2018年にオンラインゲームガンダムヒーローズの発表会に登壇した際、小学生当時に初めて見た作品が本作であり、戦隊ものっぽい決め台詞がバチッとあって格闘技の要素が新鮮でしたと評した上、 思い入れのあるキャラクターとして土門を挙げている。時は未来世紀。人々は荒廃した地球を捨てて宇宙に活路を見出し、宇宙コロニーに生活圏の全てを移して過ごすようになっていた。しかし、コロニーに上がれたものと上がれずに地球に取り残されたものとの格差は広がり、地球の荒廃はより悪化の一途をたどっていた。コロニー国家間の派遣をかけて行われる、 機動兵器同士による格闘大会ガンダムファイトは未来世紀60年の節目に13回大会を迎え大会開催とともに各国のコロニーから5つの光が地球に向けて垂れたそれは大会会場となる地球に向かうために降下した各国代表のガンダムファイターたちであったネオジャパン代表のガンダムファイターであると文化主もまたその一人として パートナーのレイン・ミカムラと共に地球に向かう。しかし彼の真の目的は、祖国ネオ・ジャパンを裏切り、科学者である父・ライゾー博士が開発していた、アルティメット・ガンダム、デビル・ガンダムを奪い叱責した実の2位、教授歌手を探し出すことであった。純粋に寝つき、戦いを望む者、陰謀を胸に秘めた者、様々な人間の様々な思惑渦巻く中、 地球という名のリングを舞台にした世紀の格闘大会が今幕を開ける。プロローグは本編放送開始前に3週にわたってそれまでのガンダムシリーズのハイライトとジーガンダムの制作の舞台裏を紹介。出演はマイケルとミカと内山真嗣。これは本作の制作の遅れに起因するものである。タイトルコールは土門役の関ともが担当した。 スーパーロボット対戦シリーズを筆頭に本作が登場するゲーム作品は無数にあるため、ここでは本作を題材に単独商品化された作品のみ記述する。プラモデルやフィギュアなど商品も発売されている。特筆すべきはアクションフィギュア MS インアクションシリーズで決勝大会に登場した MF がほぼ網羅されている。これは アメリカで放送された際の人気からアメリカ向けとして商品ラインナップが充実したためである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。